YouTube チャンネル。レジェンドカップ優勝戦のメンバーがいよいよ登場です。続いて基礎タイムです。1号車岩沼康夫 3.32、 2号車浜野純 3.31、 3号車久門徹 3.30、 4号車松尾博文 3.27、 5号車木村武史 3.27、 6号車永井大輔 3.28、7号車高橋貢 3.26、 8号車伊藤信夫 3.28 でした。さあ、行くぞ。上位人気拮抗ですが、わずかに1番人気5番の木村武史、木村から高橋、そして伊藤信夫、さらには歴代覇者の一人松尾も人気の一人となりました。10秒を切りました。ブルーランプが消えていきます。スタート10秒前、3秒を切りました。サンケイスポーツ杯 G2 レジェンドカップ優勝戦スタートしました。岩沼のスタートは上々でした。10メートルラインからは3番の久門徹が好スタートを切って浜野の前に行きました。そして4番の松尾も好ポジションだ。試走タイム27の松尾が3番手か。内から木村が上がってまいりました。さあここは序盤戦譲れない攻防となっている。松尾が木村の攻勢をしのいだ。そして久門を捉えた。そして高橋光も好ポジションの4番手に上がりました。木村は一息か、5番手に交代です。8番の伊藤信夫がその後になりました。そして2番の浜野は後方に下がって、6番の永井は最後方、1番の岩田逃げるが、ここで早くも4番の松尾が指して先頭であります。思想の気配は抜群だった4番の松尾、あの2018年の優勝した時と同じセッティングにしているという松尾、そして高橋、まとめて2人を捉えた、追撃体制整えた歴代初
覇者が先頭2番手に抜け出しました。先頭が松尾、追いつけるか。王者高橋ちょっと滑りながらもなんとかこらえて追っていく。3番手が3番の久門、そして5番の木村武史、ここから追撃なるか。4番手1番の岩沼、5番手交代伊藤信夫、完全 V がかかった一戦は6番手苦しくなっています。後方2番の浜野、最後方6番の永井変わりません。さあ先頭2番手距離が縮まっている。7番の高橋が4番の松尾の後ろじわじわと接近しています。さあまだあと3周残っている。高橋が差を詰める。3連覇か2度目の V か、松尾かそれとも高橋か。2018年は最後の最後に刺された高橋、ここでそれを逆に見せるのか。松尾が先頭だ、内から高橋見つぐ、捉えた捉えた。残り2周1コーナー、高橋が先頭、食らいつく4番の松尾、まだ力は合わせているか。4番の松尾2番手、3番手差が広がった。3番の久門、そして5番の木村、さらには伊藤信夫、ブルーフラッグ。残りは1周回、色褪せないそのオーラ、その迫力。7番の高橋が先頭だ、4番松尾が接近する。またあの再現となるのか。3番手は久門、木村、接戦となっている。高橋か松尾か、歴代覇者の共演は3連覇、高橋美杉だ。バレンタイン決戦、チョコレートも溶けるほどの激アツバトルは高橋美杉に軍配。では確定です。2連単74、1380円、2連複4と7の組み合わせ860円、3連単742万2470円、78番人気、3連複3と4と7の組み合わせ5660円でした。